酷暑ですね。こんばんは。塩分取ってますか？水分だけじゃダメですよ。はい、小室由里のゆるサプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。 FM 宜野湾のこの後の番組のデコボコトラベリングのりょうとくんからこの間メッセージをいただきまして、姉さんパイナップル好きですか？はい、好きですいやそれはね、好きですよ、今旬ですもんね。だからりょうとくんってパインペイチンくんっていうパイナップルの妖精が親戚に、多分親戚でしょうね、親戚にいるんです。気になった方はぜひパインペイチンくんカタカナで検索してみていただきたいんですけど、まあ、そのパインペイチンくんがこの旬の時期に妖精さんがやってきて、こう沖縄のパイナップルを PR してるんです。で、今パイナップルが旬だから姉さんとこう送っていいですかっていう嬉しいご連絡をいただきまして、ありがとうございました。で、りょうとくんから送っていいですかって、で、送られてきたのが相方のかいりくんからだったっていうコンビネーションが抜群な、はい、プレゼントをいただきましてありがとうございました。それが先週の28日、まさに小室由里の誕生日にいただきまして、で、箱にね、お中元って書いてあったの。お中元もらうこと最近なかったなと思って、とっても嬉しい誕生日とお中元でした。気になった方はこの後の FM 宜野湾の番組のデコボコトラベリングのビッグスモール、ぜひ聞いてあげてください。小室由里がたまにそれうんアウトっていうような内容を話してます。だいたいその話かな、はい、でも楽しく聞ける番組なんでね、 FM 宜野湾トラベデコボコトラベリングのビッグスモール、ぜひ聞いてあげてください。私もこっそり聞いてます。では今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、久しぶりです、小室由里的サプリ論。このコーナーは私小室由里のラジオで聞くセミナーをお届けしておりますが、今週は7月30日に横浜で開催されました大人の保健室、ここの内容を切り取ってコンパクトにまとめてお伝えしたいなと思っております。なぜ女性がセックスコミュニケーションでノーと言えないのか、そこじゃないと言いづらいのかというのを文化の背景から紐解いていきたいと思います。ご期待ください。そして毎月1週目、この先生のご登場です。USP プロファイラー押したり構造先生ご担当です。あなたの強み発見サプリ。今週はね、なんでこの人と結婚しちゃったのかなって思っているそこのあなた必聴です。そのヒントがここにあるかもしれません。ご期待ください。そしてこのコーナーも健在ですよ。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ今週の占いサプリ。今週は8月の定番デートというテーマでお届けいたします。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com
インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション心理師小室ゆりがお届けするラジオで聞くセミナーということで、7月30日に開催されました大人の保健室、ここからお話をしていこうと思います。この中でお話ししたのは日本のセックス観、セックスリテラシー、勃起と自律神経、ペニスとワギナ、このようなテーマでお話をしていったんですけれども、今日この中でお届けするのは日本のセックス観、ここをねちょっとピックアップしていこうと思うんです。日本のセックス観なんぞや、私はこう考えてますという、あくまで小室ゆりが見てきた日本人のセックス観と捉えていただければなと思うんですけど、日本のセックスってね、男性優位に作られているんです。これは何度も何度もこの番組の中で言ってきた話かなとは思うんですけれども、まあそれがあって、そもそも AV という男性の資格にこう訴求するようなメディアがちゃんとこう経済を回してきたというのもあると思うんですけどね。じゃあこの男性優位がどうやって作られていったのかというのをこのセミナーの中ではご説明させていただいたんです。一つは明治政府ができた時にこういう考え方にチェンジしたらしいんです。これ簡単にご説明してますね。それまで江戸時代までは男女上下関係なく共に働いていた家という形を家父長制度に変更した、まあ受け入れたというのが正しい表現なのかなと思うんですけど、そこで男性が偉いという形に、これをこう海外からの宗教の在り方の一つとして受け入れたということがあったらしいんです。プラスここにキリスト教の教えである夫婦は一体であるという考え方も受け入れようとしたんですね。なんですが、夫婦一体というのは夫が偉いという考え方なんだそうです。結婚したら女性は夫姓を名乗って財産も夫のものになる、決定権はすべて男性夫側にあるというのがキリスト教の考え方のようなんです。この男性として父として偉い、この考え方の中で家父長制度が作られていったと。じゃあ女性はどんな教えを受けていたかというと、良妻賢母教育というものが行われていたんですね。女性は家の中で愛情豊かで笑顔を絶やさず美しい姿を保ち、家の仕事に喜びを感じ、ここに性の話が一つ入ってくるのが、処女であることが大切だというこのいわゆる女性らしさのイデオロギーが明治末から大正にかけて日本に入ってきたそうなんですね。良妻賢母教育、男の前を歩くな、三歩下がれ、かしづけみたいな、この教育とともに女性らしさのイデオロギーが入ってきたこと、ここで一つ男性優位社会というものが形作られていった。で、じゃあなんでこのセックスでも男性優位なのかっていうと、男性の浮気、これっておおらかじゃないですか。むしろ性欲がある、女を買う、妾をいっぱい持つということは素晴らしいことなんだ、強いことなんだ
ていう認識ってないですか？私はあると思っているんです。じゃあそれに対して女性が同じように何人の男性と経験しました、私は彼氏が何人いますっていうと、それに対して嫌悪感を示されることっていうのが多いと思うんです。これも男性優位社会のよくある姿なんじゃないかなと思うんですよね。さらに明治時代、江戸時代までは性はおおらかで楽しむものだっていう認識があった。これを性に対して卑猥なものであるという認識に変わっていったんですね。家父長制度、男尊女卑の考え方、キリスト教の影響、処女の絶対性、純潔こそが価値があるものだっていうふうに変わっていったんですね。なのでこうやって考えていくと、男性優位のセックス感、そして女性を支配するセックス感っていうのがこの時代によって構築されてきたのではないかという、こんなお話をさせていただいたんですね。で、ここに拍車をかけていったのが日本の AV です。この日本の AV の中には、女性の性を商品化して、そして支配するっていう、こんなような視点のもとにアダルトビデオは作られているので、これがこの男性優位の性に拍車をかけたのではないでしょうか、というようなお話をさせていただきました。これが響いたのが女性と経営者です。文化的な面から話していくと、女性はだから私たちはセックスに対してノーって言いづらいんだっていう腹落ちにもなったし、経営者さんはこの高度経済成長に欠かせなかった男の強さというものが実は女性を反面苦しめていたのかもしれないという気づきに変わっていかれたのではないかなと思いました。このようなお話聞きたい方はぜひ小室ゆりのホームページからお問い合わせいただければと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーをしたりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目は
あなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USB プロファイラー押したり構造先生です。今週はちょっと趣向を変えまして、ご夫婦関係がうまくいっていないお子様がいらっしゃるそこのあなた必聴です。なぜこの人と結婚をしたんだ、その疑問が解けるかもしれません。それでは押したり先生よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ USB プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマ、足りない記憶です。先日ある助産師さんの命の話という講演を聞いてきたんですが、ごく稀に母親の体内にいる時の記憶を持ったまま生まれてくる子がいるそうです。多くは生まれたと同時に忘れるそうですが、4、5歳くらいまで覚えている子もいるそうです。実際にその子が体内記憶を話している動画も見せていただきました。この体内記憶のさらに前、受精卵になる前の記憶を持っている子も超まれにいます。先にな、お兄ちゃんが生まれてこなきゃいけなかったのね。だから先にお母さんのところに行ってもらったの。その後に私をお母さんのところに送り出してもらったんだよ。みたいな、そんな話。この話とプロファイリングって関係あるの？といえばですね、実は子供に記憶がなくても受精卵になる前の記憶が鑑定には物理的に数字として出るんです。初めに言っておきますけど、スピリチュアル的な能力は一切ないです。まず数字として出るのは、子供がどちらかの親の元に生まれてくる運命にあった場合。例えば3番目の子がお母さんの元に生まれてくるという運命にあった場合、その子を宿した瞬間から旦那さんを男としても人としても見れなくなったみたいな心境の変化が起きます。鑑定した時に、いや、なんでこんな相性の悪い二人が結婚できたんだろう、惚れる要素がないみたいな状態の夫婦に多いです。この場合、この子があなたの元に生まれてくる必要性があって、この子によって出会わされて結婚をしてます。さらに前に二人、お兄ちゃんとお姉ちゃんが生まれてこないと、自分が三番目として生まれてこれないので三人も子供を作らされたんですというふうに、受精卵になる前の記憶のご説明をします。また今世でも兄弟として生まれてくる運命にあった場合などもそうです。二人が今世で出会うために母親の卵子と父親の精子が必要だったってだけです。なので二人を産んだ後、夫婦関係が破綻してもお互い役割が終わったってだけなんで、今度は自分のためにパートナー探すステージに移っただけですよって解説します。すごく納得されます。なんでこんな人と結婚したんだろうって感覚を持ってる人は、大抵子供がどちらかの親の元に生まれてくる運命にあったか、兄弟として出会わせる運命にあったかという結果が数字に出るんですね。将来生まれてくる子によって2人が出会わされて結婚させられたということです。なので自分が好きで結婚したわけじゃないんです。好きという錯覚をさせられて結婚したという鑑定結果になります。この解析は USP プロファイリング独自の考え方になるかなと思いますが、旦那さんとレスになった人や離婚した人は子供との相性も含めて腑に落ちることが多く、当事者の方々はすごく納得されてます。ということで、子供がいてパートナーとの関係性がうまくいってない方、ぜひ鑑定を受けてみてください。 USP プロファイラーがする命の話、ひょっとしたら子供によって出会わされたのかもしれない。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーの押したりがお送りいたしました。それではまた。なるほど、出会わされていたんですねっていうことでいいんですよね。人の出会いってやっぱり必然なんだなって思いました。なんでこの人と結婚しちゃったのかなって思っているそこのあなたは、押したり構造先生に一度ご鑑定を依頼してみてはいかがでしょうか。押したり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命、行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組、ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日
午前11時からオンエア中です。ファンゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリフ。占い講座が全国で大人気。9月6日7日では、9月6日7日に新潟で初の鑑定会が開催されます。占い癒し処ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占っていきます。8月の定番デート、酷暑ですけれどもね、楽しみたいですよね。それではセクシーに参ります。おひつじ座、遊園地のジェットコースターに乗りましょう。恐怖感とエクスタシーって紙一重だと思わない？おうし座、あなたのお部屋のベランダから見る花火大会、そろそろ何か着ないと夏風邪をひいちゃいそうね。双子座、美術館で裸の男性像ばかり見るなですって。私が一番好きなのはあなたのあなた。ガニ座、夜の浜辺で二人きりの夜、私の裸を見ているのはお月様とあなただけよ。獅子座、中華街で食べ歩きしたカロリーを消費しましょう。あら、まだ2ラウンド目なのにもうダウンなの？乙女座、盆踊りなんて何年ぶりかしら。あなたの腰の振り方すごくセクシーよ。天秤座、夏といえばお化け屋敷よね。堂々とあなたにしがみつくからこっそりキスしてね。サソリ座、明日は釣りに行くのよね。あなたの立派な釣り座をそろそろ私にも釣り上げさせて。いて座、お友達とバーベキューに行く約束はキャンセルよ。私のお家でウインナーの食べ比べの方が楽しいんだから。ヤギ座、映画館で居眠りしているあなたにはキスしちゃうんだから。たぬき寝入りしていたのは知ってるんだからね。水亀座、8月は絶対に海に行かなきゃ。背中の次はデコルテにも日焼け止めを塗ってね。魚座、牧場で乳搾り体験。バカね、私のお乳は搾ってもミルクは出てこないわよ。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。丸山さん、私のお乳ミルク出てこないですありがとうございましたあなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですね、このコーナーです。探偵サプリ。
ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さん。毎回他じゃ聞けないようなお話を持ってきてくださるんですよね。私もワクワクしながらお待ちしております。皆さんも楽しみにしていてください。そしてですね、小室由里のカウンセリングが受けられるサービスが一つ増えました。男性の恋活婚活をサポートするサイト、ノービオというところに登録させていただくことになりました。普段はね、エキサイトお悩み相談でお願いいたしますと言っているんですが、新しく増えました。ノービオ小室由里、ノービオ小室由里、 NOVIONOVIO 小室由里で検索をしてみてください。ノービオさんでは LINE でのご相談も受けたまわっております。電話じゃなくて直接顔を見てお話ししたいなと思ったそこの男性はノービオのサービスをご利用ください。インターネット検索、ノービオ小室由里、 NOVIO 小室由里で検索をお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はウーマクーでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。絶対勝つと思ったら勝つ、高く登ろうと思ったら高いところを思え、勝つのは大概勝てると思っている人間だ。プロゴルファーアーノルド・パーマーの名言です。いやいや、そんなことないですよって誰かからの褒め言葉に対してそんな感想を返していると、本当にそんなことない人間になっちゃうんだなって思いますよね。誰かから褒められたら、ありがとうございます、もっと頑張りますと言ってみるのはどうでしょうか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへ